マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。4月に入り、過ごしやすい季節になりましたよね。でも中にはこの時期花粉症で辛い、目がかゆい、くしゃみが止まらない、そもそも外に出られないなんて方もいるかもしれません。またこの季節は環境がガラッと変わって、ついついストレスで食べちゃうなんてこともないですか？そこで今回の動画では、そんな季節の変わり目の辛い体の不調から解放されてスルスルと痩せることができる飲み物がわかるんです。もし花粉症などの辛いアレルギー症状から解放されて、健康的で綺麗に痩せたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。季節の変わり目におすすめ痩せるお茶についてお伝えしていきます。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのお茶で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、花粉症にも効くマイナス10キロ痩せるお茶お話します。では1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのでしょうかという、その痩せるポイント4つお伝えしていきますね。まず1つ目、このお茶を飲むとあなたの腸内環境が整います。イコールね、本質的な痩せ体質へと生まれ変わることができるからなんです。もうダイエットに欠かせないのは、もうとにかくこの腸内環境なんですね。根本的な体質改善をしたいということであれば、やはり表面的なことではなくて、この中から腸から変えていくっていうのがね、とっても大事になってきます。その時にね、このお茶がすごく、ね、役立つんですね。2つ目、このお茶飲みますと脂肪を燃やすことができます。もう飲むだけでね、脂肪を燃やしてくれますから、ぜひこのお茶おすすめです。そして3つ目、便秘も改善します。便秘の方はですね、痩せることができません。なぜかというと、便秘イコール悪玉菌と呼ばれるデブ菌たちのね、もう宝庫なわけですね。そんな状態で健康的に痩せようとしても絶対にできません。ですから、まずはお腹の大掃除、デトックスをすることもとってもとっても大切になってくるんです。そして4つ目、このお茶飲むと食欲を抑えることもできます。この効果もやっぱり大事。どうしてもですね、やっぱり暴走する食欲が止まらないと、まあどんなに我慢しても結局ね、最後は食べてしまったっていうことになりかねません。なので、もともとその暴走する食欲を抑えてくれる、スーッとね、沈めてくれる効果もありますから、お楽しみに。ではここから2つ目の項目です。花粉症などのアレルギー症状にも本当に効果が高いと呼ばれているあるものが入った混合茶、マイナス10キロ痩せるお茶をお話ししていきますね。まず混合茶ですから、このお茶今回3つ、3種類お茶がブレンドされています。ではそのうちの1つ目はこちらです。まずは緑茶がベースになっているお茶なんですね。で、緑茶というのはやはり脂肪燃焼効果があったり、代謝を上げてくれたり、またね、ポリフェノールも含まれているんですね。そして太るもと、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、何よりもいかがですか、コーヒー飲む方、やっぱりね、カフェインがたくさん含まれているのに比べて、まあ、緑茶はですね、そういったとは違ってカフェインの量はね、少なめです。なので、まあ、夜飲むのはおすすめしませんけども、朝またお昼ぐらいまででしたら、このお茶飲んでいただいてね、大丈夫です。では2つ目のお茶はこちら、天茶が入っています。皆さん、天茶だけの単品のお茶飲まれたことありますか？ものすごくね、甘いんですね。私別動画でも天茶お伝えしてますけれども、とにかく天然のこのね、甘みの成分がお砂糖のなんと 7.5 倍も入ってますから、このまんまで飲まれるとね、ものすごく甘いなっていうお茶になります。ただ今回はね、ブレンド茶なので、そこまで甘みは感じないかもしれませんが、普通のお茶に比べるとやっぱりね、ほんのりと甘みを感じる美味しいお茶になっています。で、また天茶は中性脂肪やコレステロール値もぐっと抑えてくれますし、なんといってもね、便秘改善や、このお茶はノンカフェインになっていますから、カフェイン気になる方は天茶だけのお茶でも本当にね、効果があるんですね。そして今回この動画のテーマでもお伝えしました通り、季節の変わり目におすすめと私お伝えしました。その理由の一つがこちら、天茶を使っているからなんです。
例えば花粉症で目がかゆいとかね、くしゃみが止まらないとか、そのことで眠れないとか、本当にこの季節かなりお辛い方多いと思うんですね。そんな方はもうこのお茶めちゃくちゃおすすめです。この天茶を飲むと花粉症の症状がものすごく改善されたっていうね、エビデンスもあるぐらい効果の高い、要はアレルギーの反応にね困ってる方には強いお茶ですので、もしねこれから私が今回この動画でお伝えするお茶もおすすめなんですけども、まあ、特にね花粉症が辛いっていう方はこの天茶だけを飲まれてもすごく効果がありますからおすすめです。はい、そして最後3つ目のお茶はこちら、ペパーミントも入っています。ペパーミント、もう私大好きです。爽やかでね、ペパーミントティーだけもよく飲みます。でペパーミントがすごいところはあなたの胃腸を整えてくれます。なのでちょっと食べ過ぎたなとかね、疲れてるな、ストレスを感じてる方、またペパーミントはねちょっと順番変わりますけれども、良質な睡眠も取れます。すごくね安定するんですね。なのでそういった症状に困っている方は主にペパーミントだけを飲んでいただいてもいいと思います。で今回お伝えするお茶は今ご紹介した3つのお茶がブレンドしてあるお茶なんです。でまたちょっと元に戻りますけれども、元に戻っちゃダメよね、あ言ったら来たら分かりにくいよね、すいません、ペパーミントから取り直します。ちゃんとあの順番で読みます。では3つ目のお茶はペパーミントティーになります。こちらペパーミントはあなたの胃腸を整えてくれるんです。なのでもしあなたが最近ねストレスとかでちょっと胃腸の調子悪いなっていう時はこのペパーミントおすすめです。そして便秘解消、冷え性改善にもなります。そして暴走する食欲も抑えてくれます。でまたいかがですか、この春ねいろんな環境が変わって落ち着かなくて眠れないという方もね増える季節ですね。そういった方はペパーミントティー飲まれますと良質な睡眠を取ることができやすくなりますから、ぜひねそういったこうお気持ちの不安とか睡眠障害、そういった方はねこのペパーミントティー飲んでみてください。では今ご紹介した3つのお茶がブレンドされている最強のお茶がこちらになります。今回私はカルディさんでこのお茶見つけてね、もうすぐ手に取って飲んでみました。もうこれすっごく飲みやすくて美味しいです。でこちらはねがんこ茶屋さんの3種のブレンドティー、紅風紀、天茶、ペパーミント 2g×20袋入りとなっています。でこちら原材料名を見てみるとたくさんね茶葉が入っている量が多い順番に書いてあります。なので1番はこちら緑茶かっこ国産で、紅風紀っていうのは何かっていうと九州産の、 あの紅風紀、まあ、緑茶 の、 あのブランド名になるんですね。それを使用されてます。で2つ目が天茶で、最後はペパーミントなので、ブレンドの割合としてはペパーミントが一番最後、まあ、イコール少なめに入ってますから、ペパーミントの香りがちょっと苦手な方も、ね、このペパーミントだけではないので爽やかになっておすすめです。でこちらはね九州産の紅風紀、バラ科の天茶、すっきりした味わいのペパーミントを飲みやすいようバランスよくブレンドしたオリジナルティーですということで、特にここにも書いてありますが季節の変わり目、もう今まさにそうですね、この春です。アレルギーの症状で悩んでる方はね、アレルギー症状も楽になる、しかも痩せるっていう、このねお茶ぜひ飲んでみてくださいね。そしてここから最後にさらに痩せる飲み方注意点についてお伝えして終わります。こちらです。ぜひホットで飲みましょう。くれぐれもね作ったものを冷蔵庫で冷やしてキンキン冷たいのをねお風呂上がりにカーとか飲んじゃダメですよ。そうしてしまうと一気に内臓腸が冷えてしまって代謝が落ちて太ってしまいますから、逆効果です。気をつけてください。そして1日1杯から2杯までで十分です。いくらこのお茶がねダイエット効果があるからといって飲みすぎてしまってはいけません。なぜか、その理由はこちらです。これ特に天茶が入ってますからね、飲みすぎてしまうとあのお腹がすごく、ね、緩くなってしまうんですね。でまたペパーミントはですね、ちょっと妊娠中の方、授乳中のママさんはね控えた方がいいと思います。どうしてもっていう時はあの主治医の担当のね先生にご相談してから飲んでみてください。さあいかがだったでしょうか。今回はもうこの春もうおすすめの
花粉症などのアレルギーで困ってらっしゃる方プラスストレスでついつい食べてしまって太っちゃったという方にはもう超おすすめのブレンド茶おすすめしました。もちろんブレンドされているお茶3種類をねそれぞれ日替わりで1種類ずつ飲んでもいいと思うんですけども、まあ、私はね欲張りなのでどうせだったら一気に取れた方がいいなと思ってこちらのお茶を選んで皆様にご紹介しました。ぜひねお近くにありましたら手に取っていただきたいですし近くにないっていう方はねもう今時ネットでも買えると思いますのでぜひチェックしてみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたらいいねボタンやチャンネル登録またね皆様からのコメントとっても励みになっております。お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。